三十六回歌合わせは、貝類を題材とした歌合わせ形式の集歌戦である。おとぎ草子、はまぐりの宗子、千賀馬子と署名された1690年の女を持つ、こと以外、編者や成立年代については明らかでない。ここも歌集かな女を模した女に続き、三十六番歌合わせ形式による七十二種、および貝に関する、その他の歌四十一種を掲載する。 女も含めた歌数は、重複を除き85種。題材とされた、海類の名称は、重複を除き51種である。出典となる歌集は、直線集、四線集、四歌集、歌合わせ、定数歌と広い範囲にわたり、出典不明の歌も含まれる。写本は、上下2巻に分かれており、上巻には、女と歌合わせの前半18番36種。下巻には、 歌合わせの後半18番36首と残りの歌を収める。歌合わせの後半部には重複歌が多く、下巻全体の構成も雑然としていることから、上巻の序と18番のみが本来の36回歌合わせだった可能性もある。車体は重複化を示す。車体は重複化を示す。 1748年に京都と江戸で出版された教訓中海海本海河川には36種の海が和歌、挿絵と共に掲載されている。桜貝と花貝が入れ替わっていることを除けば、配列も含め海も和歌も本書の上巻の18番歌合わせと一致している。解を36河川にぎしたものとして、この36種が定型化していたことがわかる。 ありがとうございます。